今回はとっても簡単なオパールネイルの作り方をご紹介します。グラグラネイルスタジオあわチャンネル、キラキラハッピーフィルム細ちゃんっていうこの細いこのペロンペロンチョーンがあるんですけど、このペロンペロンを使って今日は作っていきたいと思います。キラキラハッピーフィルム細ちゃんはもうこんな感じでもう一生分ぐらいの量が入っています。パールネイルとかを安くあげたい方おすすめです。よかったらチェックしてみてください。ミルクホワイトを塗って下地の方を作っていただきたいと思います。ミルクホワイトなかったら普通の白とかを薄めてもらってもいいです。ではミルクホワイトを全体に塗りましょう。でちょっとこれ薄めに塗っておいてほしいので、もうカスカスぐらいでムラがあってもいいので少し薄めに塗っておきましょう。もうほんとごくごく薄くでいいです。これでもまだちょっと濃いぐらいなので、まあなくてもいいかな、めんどくさい時は省いちゃってもいいかも。よし、じゃあこんな感じでね、まず薄く一回塗りましょう。はい、じゃあこちらで硬化していきます。タジェル使って貼り付けていきたいと思います。でフィルムは適当な大きさに、まあ、ある程度カットしておきましょう。まあ、大体爪の大きさに入るかなぐらいのカットにしておきましょう。ではビタジェルを塗っていきましょう。薄くワンコートを塗っていきましょう。ビタジェルは30秒しっかりチンしましょう。ライトとかによっては45秒から60秒ぐらいでもいいかなと思うんでチェックしてみてください。ではこちらで硬化しましょう。固まってるかどうかのチェックはこのスパチュラなどでちょっと表面を押してみてください。ダメだったらこうちょっとねちゃっと滑る感じがするんですけど、しっかり固まってたらこうセロハンテープの裏のような感じでピタッというねくっついた感じがします。ではここにフィルムをペタッと貼っていきましょう。ビタジェルの糊の具合で結構いい感じにこのフィルムちゃんくっつけることができるんで、まあ、適当にねと貼っていきましょう。いい感じに貼れましたね。それではここで一度ビルダージェルね塗ってフラットにしましょう。それではこちらでね硬化していきましょう。ちょっと表面見ましょうかね。どうでしょうか。全然出っ張りないですよね。これ普通のジェルでフィルムを貼ると飛び出してしまったり出っ張りがあるんですけど、ピタジェルちゃんでしっかり埋め込んでいるので表面はチュルンコしています。イエーイ。ここに今からオパールの模様を描き込んでいくんですけれども、使うブラシはあのライナーとシンプルブラシ、この2つのブラシ用意していただくといいです。ふわふわジェル塗っておきましょう。ふわふわジェルはね薄くでいいですよ。薄く一回塗ってあげます。薄くふわふわジェルを塗っておくことでこの天然石オパール系ですねの模様を作るときに非常に作りやすくなるので、ぜひともこのねふわふわジェルさん入れてあげてください。それではここにトンテナタイプの少し粘度がある方のブルーホワイトを使って模様を描いていきたいと思います。ぼかすのが難しいという方が多いので、今回ちょっともう先にボケたところを作っちゃう。でボケたところどこに作るかっていうのが結構ポイントになってくるんですけど、まあ大体この半分を境界にボケたところ作っていただくといいかなと思うんで、まあ、適当にサラサラサラっとまず1本引いちゃいましょう。でそしたらここの描いたところを筆でぼかすの。よし、ぼかそう。でこれだけだとちょっと綺麗にボケてないから、このボケたところをちょっと全体に引っ張りながらもう少しぼかしていきます。最初にこのねボケちゃったところも作る。根元の方にもこの白く濁ったところを作ってあげたいので、ちょっとこうぼかしゾーンをね最初に作っておきましょう。ぼかしゾーンを作りました。これ一回固めてもらっても OK です。じゃあこの境界線のキワキワのあたりに白いくっきりとしたラインを書き込んでいきましょう。スーッと細いラインとか太いラインを書き込んでいきます。で端っこしっかりね伸ばしておきましょう。こういう感じで割れ目を描いていきましょう。そうするとぼかししなくってももう最初にボケているので、このボケたところらへんに線を1本入れてあげるだけで、まあ、結構割れ目的な感じに見えてくれるので、まあ、楽じゃないかなと思います。であとねちょっとこう X ですね、 X になるように模様を入れていただくとどんな爪でもバランスが良くなってくるので、こちら側からも1本線を足しておきましょう。
こんな感じでね、できましたんで一度硬化していきます。もう一度ミルクホワイト重ねて色味を整えていきましょう。全体に重ねるんじゃなくて、このキラキラを隠しすぎるとわけわかめになってしまうので、キラキラを隠しすぎない程度にミルクホワイトを入れます。でもしミルクホワイト入れすぎて隠れちゃったら、フラットブラシなどで削ぎ落としていただくといい感じにまたキラキラが復活するので、自分がどのぐらいのキラキラがいいのかっていうのをね、ちょっと相談しながらこの工程の方やっていただければと思います。で外側はねちょっと白っぽくしといていただくと、まあ立体感が出ていいんじゃないかなと思うよ。ではこちらで硬化しましょう。今からの段階でも色をつけることができます。ピンクやあのラグーンなどこの透明カラージェルシリーズを塗ってあげると色をつけることができるので、色をつけていきたいと思います。ピンクをね薄めに塗っていきましょう。ラグーン塗って、あーめっちゃ可愛いではないですか。透明カラージェルはねこういった使い方をすることもできるんでね、非常にいいんですよね。ただあんまり入れすぎると白の線がもう見えなくなっちゃうんで、なるべく先に色をつけといた方がいいと思うんだけど、いやでもなんかちょっと白シンプルすぎるわ、どないしようっていう時は透明カラージェルでちょっと色をね足してあげてください。端っこはねイエローを入れていってあげて、レインボーなカラーのなんだっけこれ、あオパールネイルがなんだっけじゃないよね、オパールネイルができたよ。では色がついたので硬化しましょう。最後トップジェル塗って硬化させましょう。ちょっと先端ね飛び出してるところなどがあれば削っていただいて、じゃじゃーん完成です。非常にこう外すとね良さが出てきますね。めっちゃ可愛い感じのオパールネイルの完成です。でミルクホワイト塗り硬化しましょう。プリズムフレークスっていう、もうこの前で絶対くしゃみをしてはいけないペランチョなパウダーとフィルムの間みたいなやつがあるんですけど、これを次爪につけていきたいと思います。平べったい子がついたこのシリコンツールちゃんを使ってのせていきたいと思います。でこのフレークは微硬化ジェルに対してつきます。全体をキラキラにしてみました。これだけでもすごく綺麗なのでおすすめですよ。ちょっとこのパウダーがね剥げちゃったり嫌なんで、一度ビルダーでコートをしておきましょう。では硬化していきましょう。こちらに模様を入れていきましょう。おなじみふわふわジェルのクリアを薄く塗っていきましょう。ふわふわジェルって柔らかいから、塗りすぎる模様を入れている間にサイドに流れてしまってフォルムが変わってしまうんで、まあ、薄めに塗っておくようにしましょう。省エネです。省エネっていうのかな、ケチロ。同じようにねトゥルーホワイトでぼかしの部分を入れていきたいと思います。でこっち側もねぼかしこれ入れておきましょう。ぼかしを入れたんでここにラインを入れていきましょう。まあ、1本このようにね反対までつなげてしまっていいと思います。割れ目のようなラインを入れながら X にしていきたいと思います。この石の割れ目の入れ方がわからない場合は天然石などでねお写真を調べていただいて、あどんな感じで入ってるのかなっていうのをチェックしていただくのもいいんじゃないかなと思います。やはり実物のもののイメージができないとネイルにね取り入れるということができませんので、物を見てね練習していただくといいんじゃないかなと思います。でそう言っておきながらあわちゃんもデッサンはあまり得意ではないのですけど、ちょっとやらないといけないなって思ってるんだけどね、いろいろ練習しないといけないことがね多いや。模様入れてみました。見えるかな。じゃあこちらで硬化していきましょう。プジェルをかけて完成させたいと思います。よし、じゃあね硬化しましょう。今2つできました。じゃあ3つ目作っていきましょう。長いチップに作っていきたいと思います。で乳白色塗るところまではもう一緒なんで、もうサクッと進めていきましょう。よし、じゃあねこちらで硬化しましょう。で
早くつけていきたいと思います。先に色入れておきましょう。グリーンパープルでここにちょっと入れてナスビカラーにしていきたいと思います。もっとエヴァンゲリオン初号機カラーで作っていきたいと思います。模様の方入れていきましょう。ふわふわジェル塗っていきましょう。次ね、この右端に白く濁ったところ作っていこうかな。ぼかしていきましょう。とりあえずうまく見えるのはもう斜め、もうこれ鉄板なんでぜひ覚えていただければと思います。斜めに入れときゃまあ大体大丈夫。よし、ここにラインをちょろちょろちょろっとね入れていく。よいしょ、いい感じに模様入ったね、かわいい。じゃあこれでぼかしていきましょう。最後トップジェル塗って完成させたいと思います。硬化しましょう。じゃじゃーん、できましたという感じで、オパールネイルをね3種類駆け足だったんですが作ってみました。これ長いの用意するねって、あんま長さ変わっていない件について普通ぐらいの爪の長さがあった場合、ここにね四角があるイメージをしていただきたいです。この場合対角線でまあこことここですよね。こことここをこう結ぶようなイメージで一本入れていただくと非常にいい感じです。でじゃあ爪が短かった場合も考え方としては一緒で、これの対角線も見えない角がどこにあるのかってここら辺だよね。じゃあこれもこっちにしようか。こっちでも同じことが言えるので、まあ、ここら辺をこうぐにゃぐにゃぐにゃっとしたもので結んでいただく。これだけ覚えといていただければ、まあ、天然石大体できます。あとはおまけ的な感じで、こことここに入れていただいてもいいし、まあ、X の形ですね。はい、こんな感じで入れていただいても OK です。ね、ちょっと長い場合とかは、これ何パターンかに分けて考えた方がいいと思います。3ブロックぐらいにしていただいて、対角線、対角線、対角線みたいな感じでメインのラインを取っていただいて、あとこういうとこねちょっと足していっていただければ、まあ、非常にそれっぽい模様を入れることができるんじゃないかなと思いますのでね、この対角線っていうのをねちょっと意識して模様の方を入れてみてください。であとまあ番外編としては真横ドンドンドンスタイルとかもあるんで、ダサいなー真横ドンドンドンスタイルはこういう感じ、まあ、よくキャンドルネイルとかで見る感じですね。真横ドンドンドンスタイルワンちゃんめちゃくちゃダサいぞ真横どんどんどんスタイルはねこんな感じで入れていただいてもいいんで、これもね爪がな短い場合とかは本数を調整していただければ対応することができます。足の爪も一緒真横どんどんどんスタイルもこれだったらこうね2本入れるとかで OK です。で足の爪とかの場合だったらこの真横どんどんどんスタイルも、まあ、これも1本2本3本とね真横どんどんどんスタイルでやってみてくださいまあこんな感じでね、あのバリエーションもあるので、まあ、お好きなパターンで入れていただければと思います。よろしくお願いします。みなさんこんにちは。今日もチャンネル見てくれてありがとうございます。真横どんどんどん真横どんどんどん面白すぎる、面白い。今日も皆さん見てくれてありがとうございました。皆さん今日もあわチャンネルご覧くださりありがとうございました。今回はちょっと真横どんどんどんスタイルというねすごくダサい言葉が生まれた記念すべき回かもしれません。拍手拍手。それでは皆さん次回のあわチャンネルもよろしくお願いします。これさ同時に喋れないのがちょっと問題かもね。いいじゃない、